はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんにお見舞いしていくのは龍位槍というね、最強デッキ、こちらです。これ一回ね、動画にしたことあるんで、まあ見たことはあるなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ギミックとしてはですね、大逆転クイズっていうカードを使いまして、これどういうカードかっていうと、自分の手とフィードのカード全部墓地送って、デッキの一番上のカードを当てますよと、種類をね。で、あれの場合は、相手のライフと自分のライフを入れ替えるっていう効果なんですよ。だから、自分のライフを極限まで減らして、大逆転クイズをしてしまうと、相手の自分のライフが完全入れ替わるんで、なんか相手がなんかクソみたいな、なんかもう本当虫の息みたいなライフにできるんですよね、このカード。まあその代わりにフィールドのカードを全部墓地送らないといけないし、手札も墓地も送らないといけないっていうことなんですけれども、この墓地送る効果で、例えばブラックペンダントとかを墓地に送ってあげれば、ダメージが入るんで相手に。だから逆転したなんか残りのなんか本当もう虫の息みたいなライフにペンダント2枚の1000ダメージが入って勝つっていう、まあ先行ワンキルデッキになってるんですよ。これが一応、まあ、今回ちょっとモンスター1枚で入ってるんですけども、まあ実質もうほとんど魔法使いじゃない、魔法カードしか入ってないから龍位槍って言われてるんですね。麻雀っていうところのあの緑一色の役、まあこれめっちゃ高くて役満なんですけども、これがまあアンリミテッドルームが解禁されて、で禁止カード生成ができるようになって、これ強欲な壺と天使の施し、これをですね入れられるようになりまして、あとあれもテラフォーミングも入れられるようになりまして、これね、ありえないほどの成功率になりました。これ体感やってみたんですけども、先行なんか 90% ぐらいで決まります。やばいことが起きてます。まあ、エクゾディアみたいな感じですね、感覚的には。まあ、このドローソースの2種あまりにもぶっ壊れすぎてガチで決まるんで、まあ多分ね、まあマスターデルってマッチ制じゃなくてあれじゃん、一本制じゃん。だから先行取ったら絶対勝てるデッキにした方がいいと思うんですよね、そういう場合は。どうせ相手に先行取ったら負けんだから。だから先行でありえないほどの成功率を誇るこの龍位槍デッキ、もしかしたらティア1かもしれません。早速ね、大逆転クイズぶちかましていきましょう。デュエルスタンバイ。なんか先行取れたらほとんど決まるんですけど、これすごいですね。これなんかまあ妨害やっても別にさ、このドローソースで貫通できるから、これめっちゃ強いんだよね、マジで強い。普通に成功率めっちゃくちゃ上がってる。一回ゴブリンだ。これ素晴らしい成功率だわ、マジで。なんかいや体感マジで 90% ぐらい成功する、先行取れればね。あーこれもう最強じゃん。これ妖刀滝光落として、妖刀滝光落として、いやもうこれで、ね、だってもうありえないほど手札増えるよこれで。妖刀滝光効果発動、妖刀滝光効果発動、この天使の施しと妖刀竹光の相性あまりにも良くて、なんかすごいですこれ。これを起こせるの強すぎないですか、これやばくないですか、これやってること。強欲なツボサーチしてるみたいなもんですからね。でまあ魔法カードも3枚以上あるんで、これでエンゲージも打てると。いや天使の施しとエンゲージの動き強すぎたなこれ。あまりに強い、あまりにも強い。ちょっとエンゲージ回収しに行こうか。一応ホールトビット、まあ無限御用とか、まあ打ったりでも別にいいや。ここは最悪、無限御用だったらいい。ガンマラット結構きついけど、でここで戦闘機トークンでからのカガリ出していく。でカガリ効果発動、エンゲージ回収したい。ガンマのケアするんだったらもう1枚くらいカガリさせてもいいのかな。まあ、あんま書けないか、雫いるし。でエンゲージ発動指令、これで、マルチ持ってきて、で、カード1枚ドローしていく。なるほど。じゃあですね、一回強欲なツボムーブしますか。ちょっと一回カガリを変身させて、アンカモフライとか入ってるんで、まあ、一応エクストラデッキはゼロにした方がいいんですよね。で、雫出して、見て、ロイヤルでしょ。かっこいいでしょ。で、俺、竹光発動。俺、竹光装備。はい、強欲なツボ発動しまーす。はい、強欲なツボ1枚目。はい、で強欲な壺、まあ、さすがにチキンですか。いやこれ素晴らしいでしょ、これどんだけ手札増えるって感じじゃない、まあ、これもう絶対成功するもん。ちょサーチカードは先に使っていきましょう。サーチカードはなるべく使ってゴミ、デッキの中の今あんま使えないカードを引いていく。はい、で、テラフォーミングを発動して、テラフォーミング効果によってまたチキンレースを発動。
これちなみにチキンレースと疑似空間を発動できないとライフが減らなくてちょっとワンキル取れなくなっちゃうんで、まあチキンレースとか疑似空間はあればあれだけ先に使った方がいいです、ね、基本的には。でチキンレース発動して、バチコリと、あアンカムライド OK ナイス、アンカムライドいいね。疑似空間先に発動しよう。疑似空間とかまあチキンレースとかは別に遺言の仮面があるんで別にいつでも使えるんですけどね、あの最後の調整に。でチキンレースの効果をコピーした疑似空間の効果によって仙台払ってワンドロー。でこれ最後でいいから、疑似空間もう一回発動。これでチキンレースをコピーして、チキンレース除外して仙台払ってワンドロー。これちなみに自分のライフを、ね、削ってるんですよ今現状。自分のライフをどんどん減らすことによってまあ、最終的にそのなんかクイズ出すんですけど、相手に、相手とか自分にクイズ出すんですけど、その時にそのライフの、逆転が起きるんですよね。だからそのライフを逆転した時にブラックペンダントの効果でキル取れるようにしたいので、これさすがにもう何をしても勝てるけどね、こんだけ出るとあるから。どんだけアド稼ぐ、俺先行だぜてか何枚なってんだよこれ、おかしいだろ。これでもう実質決まりました。もうあのライフポイント1000になるんだよ絶対に。でこうしてでテラフォーマーもう使えない。9枚か、9枚だったら黄金色の竹に殺動して、でドローを強欲も来たニコルン発動する必要性すらなさそうですけども、もはや1枚ずつドローしてただけで、オッケー、ブラックペンダント来た。ペンダント来たら、まあ、ドンサウザントの契約打たないといけないですね。ドンサウザントの契約って、ここで1000にして、はい、お互いに1000ライフ払ってワンドロー。オッケー、チキンレース相手も、なるほど。エクゾーディアですかね、相手。ワンキルされなかったら、なんか、高校でも勝てますからね、エクゾーディアは。まあ、ワンキルしますけど。まワンキルするんですけどね。では問題です。てれん、私のデッキトップは何でしょう。わかんねえな、なんだろうな、んー、わかんないけど、うん、多分魔法カード。正解、うわー、ライフ逆転、ブラックペンダントの効果ストー、ブラックペンダントの効果ストさようならいや、このデッキえげつない成功率残ってます。やっぱりね、ドローソースあかんね、この強欲と天使の施しは。まあ先行取らせていただいたんで、もうこれ勝ちと言ってもいいでしょうね。あー強いですね、めちゃめちゃ強いですね。テラフォーミング発動してます。チキンレース持ってるところ始めましょう。まあ裏を打たれてもね別にいいんで、裏を1枚打たれたところで変わんないんで、ね、別にハンドが強いとは変わんないからね。チキンレースと用途もあるしね。やめて、それだけはダメ。終わったこのデッキの弱点をお伝えします。チキンレースとか天使の施しとか全部ドローソースになっていまして、ドロール&ロックバードを打たれるとガチで世界終わるレベルで、デッキの中のカード全部知ります。うわ、楽園融合も打ってくるやつお前やるな。いやマジでドロール&ロックバード禁止カードを生成できる環境でめっちゃ強いんですよ。ドローソースをね無力化できるのめっちゃ強くて、これマジでティア1の手札誘発まであります。いやこれまあ知らないんだったら全然いける、死ななかったら別に大丈夫、留意と決めればいいんだもん別に。まあ最悪ちょっと妖刀滝光とか これ滝光とかが赤の楽園めんどくさすぎる。これもしかしてこれ使用量徴収おじさん飛んでくるこれ使用量徴収おじさん飛んでくるやつ、これもしかして、これまさかのパターン、使用量徴収おじさんだけやめてもろて、ふざけんないや無理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 、5回以内に勝利しないといけないでしょこれ。いや無理だって、
全然無理、マジでマジで無理。あーオーケーオーケーオーケー、強そう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 。まあ強欲な壺があるときはまあ何やっても強いんだけどね、別に引くカード全部強いから。チキンレース効果1枚ドローで、ナリキンゴブリン打っ、またいや泥場どんだけ多い、ちょ無理だって、泥場マジでやめて。いやまだいける、まだワンキル取らなければ全然可能性はある。諦めたらそこで試合は終了だ、諦めるな、安西先生は言っていた、諦めたらそこで試合終了ですよと。まあ、一応強欲なツボっていいな、強欲なツボって、で2枚ドローして OK。